香港国家安全法が施行。日本、アメリカ、イギリス、台湾が抗議。本日、中国の全人代の常務委員会において、香港の一国二制度を破壊する国家安全法が全会一致で可決、成立し、本日に施行されました。この問題について菅官房長官は、 国際社会や香港市民の強い懸念にもかかわらず制定されたことは遺憾だ。国家安全法の制定は国際社会の一国二制度の原則に対する信頼を損ねるものであり、引き続き関係国と連携して適切に対応していきたいと述べました。また、習近平の来日について、少なくとも現時点においては、 具体的なな日程調整をする段階にはないと明言しました、また茂木外務大臣は記者会見にて、国際社会や香港市民の強い懸念にもかかわらず制定されたことは遺憾だ。一国二制度に対する信頼を損ねる。関係国と連携しつつ、適切に対応したいと述べました。また、外務省のアジア太陽州局長が、中国の 中日、自席講師に電話をし、遺憾の意を伝達しました。この遺憾は、従来の深い憂慮より強い表現となります。また、河野防衛大臣は記者会見にて、延期になっていた習近平国家主席の国賓来日にも非常に重大な影響を及ぼす、一方的な現状変更を力で押し切ろうとするのは、 国際社会にとって許されない行為だと発言しました。また、アメリカ政府はこの国家安全法の導入によって、香港と中国を区別できなくなったとして、香港への軍事装備の輸出を禁止いたしました。この措置について、中国外務省の副報道局長は、 アメリカ側の誤った行動に中国は必要な対抗措置を取る。中国が進める香港国家安全法をアメリカが制裁を通じ妨害する企みは断じて思い通りにはならないと批判いたしました。また、イギリスのラーブ外相は深刻な一歩であり極めて問題だと批判しました。さらに台湾の蔡英文総統は非常に失望している。 一国二制度が実現不可能であることを証明するものだ。香港人が自由や民主主義、人権の尊重を求める努力を支持し続けると表明しました。また、香港において民主化運動を行っていた周帝さんら4人が政治団体のデモシストから脱退すると宣言いたしました。 中帝さんらは、生きているのが大事だと主張されておられますけども、中国政府は香港に国家安全法を導入することによって、民主者勢力をテロリストのように扱おうとしておりますのですでに国家安全法は施行されてしまっており、 今後、香港における中国政府、中国共産党の弾圧が開始されるものと見られております。日本政府には再び G7 をまとめ上げていただき、中国に対する避難声明を共同で出していただいて、まあ、そこにですね、例えば、文みの形で、 韓国なども巻き込んで G7 の中で声明を作った後に韓国に声明に賛同するよう求めたりすれば現状共同通信が垂れ流している報道についても対応ができるんじゃないかと思いますので日本政府にはこの 中国政府、中国共産党による香港への侵略について、世界中の国々をまとめ上げていただき、中国包囲網を形成し、こういった中国政府の脅威を徹底的に抑え込んでいただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただき、ありがとうございました。